れ様です。速稼塾の久保です。今回はちょっとね、皆さんにお礼を申し上げたいと思います。ご存知のように私、令和新選組に今回投票したんですね。それは言うまでもなくお分かりいただけている方が多いと思います。で、今回の動画ってのお礼っていうのはね、私は令和新選組を応援してますとは表現してました。ご覧のように自宅にね、ここでポスターまで貼りました。生涯初めてです。結構勇気がいりました、これは。で、ポスターが貼ってある家に帰るたんびに、本当ちょっと怖かったっていうかね、自分もここまで来たかっていうふうに思ったんですけども、でもね、そういったことが、実ってかどうかあれですけども、おかげさんでね、私の視聴者さん、本当になんか頼んだわけではないんですけども、令和新選組、もしくは非令和令和に書きましたっていうふうに、選挙に行ったことがないような方がね、初めて行ったっていう方もいらっしゃって、私がバーッと数えるだけで、私の視聴者さんでも数百名の方が投じてくれたんじゃないかなと思ってるんですよ。そのぐらい今回はね、反応が良かったかなっていうのと、あと直接つながってる方もね、結構あ入れるわって言ってくれたんですよ。頼んだわけではないんですよ。だから自分が何かをやったら周りの人がね、やっぱりはっきり分かるなと。どっちに反応するかですよ。合流してくれるのか反発するのか、無関心を続けるのかね。このネットビジネスを始めた時もそうだったんですけども、やっぱり私の会社の社員を離れていきました。お客さんも離れたと思います。でもその代わり新しい出会いがあったり、私を師匠としてね、頼ってくれる人がいたりとか。で、昨日も東京の友人の小野里さんが動画上げてたんですけども、令和新選組の応援演説見に行って、で、とにかくね、政治にみんな興味を持ってくると。で、山本太郎と写真を撮ってくれと。写真を撮って、あと SNS にアップしてくれと。アップした時にいい評判でも悪い評判でもいいから書いてくれっていう風に言ったのに、すごく感銘を受けたらしいんですよ。これはね、小野里さんもピンときたって言ってましたけど、私もね、すごくね、グッとくるところだったんですよ。というのが、私はネットビジネスをやってますって表現したらね、はっきりと敵対する人と、師匠としてついてきてくれる、弟子たちと、それから無関心を続ける人って分かれるんですよね。だから自分が何に向かうかによって、周りの人が自分に対して本音をやっぱりこう見せてくれるところがね、すごくこう共感できるところだなと。小野里さんでさえそういうふうに思うんだなと思ったらね、ちょっとやっぱりほっとしたというか、ああさすが小野里さんだなと、いい関係だなと思うところなんですよ。で、ちょっと話ずれたんですけども、本当に投票してくださってありがとうございます。はっきり言ってね、私の目につくところ、なんであんなところに入れるんだよみたいな、令和バッシングはちょっと目に入らなかったです、今回。もちろん私がね、YouTube 全部終えてるわけじゃないんで、コメントのどっかにあったかもしれませんけども、でも今回9議席取ったのはね、誇らしいなと思ってます。初めて何かをやった時に何かものになったなっていうふうに実感することって皆さんもあると思いますけども、今回も私その一つですね。前回 NHK 党を支持した時に、ガーシーが当選した時も同じように思いましたけども、ガーシーの応援っていうのがね、なかなかやるのが難しかったんで、NHK 党の応援をしたっていう形にはなっちゃったんですけども、今回はちゃんと自分の支持する候補者の名前も入れた上で、比例は令和を欠かさず入れて、それから中国ブロックで立候補してくださるアイコンみたいなね、存在の方もいらっしゃったんで、すごく応援しやすかったかなと思いますね。そういったこともろもろで9議席、やっぱり自分一人の力でやったってわけでは当然ないですけども、この令和を盛り上げる、消費税をゼロにする方向に向かう流れに自分もいたなっていうのはすごく実感してですね、自分の次の世代、うちの子供は4歳ですけどもね、この子が20歳になるぐらいまでに消費税が 25% になってるのか、それともなくなってるのか、ね、すごく責任重大じゃないですか。多分10年がかりで消費税はゼロにできると思うんですよ。廃止できると思うんですよ。でも逆に諦めれば、我々が諦めれば、消費税は15になり20になり 25% になって、お前ら何やってたんだよって次の世代に恨まれるんではないかなと思うんですよ。やれるだけやっていこうかなと思ってます。今回以上ですね。はい、じゃあこの手の発信はしばらく控えますんで、今回だけ許してください。それでは。